キャラクターが来てるコメント欄がシュールということで見ていきたいと思います。まずこちらの動画なんですけど、磯野波平様邸というタイトルの動画ですね。まあ、皆さんご存知の通り、サザエさんの家、つまり磯野家の家の間取りを 3D モデルで作ったという動画ですね。まあ、この動画のコメント欄を見ていきたいと思います。まずこちら、サブローさんのコメントなんですけど、ちょうど強盗に入ろうと思っていたので助かりましたということで、まあ、サザエさんの知人が犯罪予告をしているというね、まあ、いつも通り裏口から入って金品を奪い取るんでしょうかね。そしてこちらなんですけど、堀川くんがわかめちゃんの部屋だということで、まあ、YouTube を使ってでもね、わかめちゃんの情報を集めているという、まあ、サイコパスは黙って回れ右しろって感じですよね。お次はこちらなんですけど、ミサイに追いかけられたので走ったら磯野さんのところに来てしまいましたという野原ひろしらしき男のコメントを発見しました。まあ、ミサイに追いかけられて世界線を越えてしまったんですかね。そしてこのコメントの返信欄なんですけど、これからは僕の代わりに姉さんに追いかけられてくださいというカツオのコメントがありまして、でそれに対してひろしがダメですということで、まあ、謎のやり取りを交わしてしまう現場を見てしまいましたね。そしてお次はこちらの動画なんですけど、これはクレヨンしんちゃんの家というタイトルの動画ですね。まあ、さっきの磯野家の動画の野原家バージョンって言ったところでしょうか。そしてこの動画のコメント欄で、へえ、こんな感じなんだ、いつか行ってみたいな、というふうにのびのび太が発言しているんですけど、このコメントに対して先ほどの野原ひろしらしき人が、こっちの世界に来ないでくれ、自分の家に帰れとめちゃくちゃ大人げないコメントをしているという、でそれに対してのび太がドラえもん全員消しといてとぶち切れてしまい、そしてドラえもんまでのび太くん明日一緒に行ってみようよと言って、まあ、のび家と野原家のレベルの低いレスバトルが勃発しています。そして最後はこちらなんですけど、これはのび家の 3D モデルの動画ですね。まあ、のび太やドラえもんが生活してる家なんですけど、この動画のコメント欄に、僕の家の紹介ね、ありがとうとドラえもんがコメントをしているんですね。まあ、ドラえもんが現れたということで、このコメントの返信欄ではドラえもんに対する質問コメントがたくさん寄せられています。ドラえもん、のび太が中学生上がったら部屋どうするの？お盛んの男子と一緒の部屋はお互いきついんじゃない？あ、いそうのだよ、ニートだよ。稼ぎねえけど飯食わせてもらってるよ。いいだろ、別に。そもそものびすけが悪いんだ、のびすけが。あいつが働いてのび太くんの借金返せばいいのに、お年玉10円がなんだ。自分で稼げって話だわ。22世紀に入れれればいいのに、めんどくせえ、めんどくせえ。あのダメ息子の教育の謝礼がどら焼き？完全に対価じゃねえだろ、あ？だからこっちもやる気出ねえんだよ。いい加減にしてくれよな。ドラえもん、お前は一層老じゃねえだろ。意思衰弱なんたらかんたらっていう無駄に長い職業についてるだろうが、どうやって道具買ってんだ？あ、そうだよ。俺の職業は特定医師薄弱児童監視指導員って言うんだよ。要するに特定医師が薄弱なのび太くんのためにサポートしてやってんの。あのクソガキが早く成長して監視対象から外れれば、俺は22世紀に帰れるんだよ。あとネタコメってわからないでクソリポ送ってるやつ全員消えろよ。お前らも特定医師白痴児童なのか？あ、違うだろ、違うなら突っかかってくんなよ。今週笑わしやがった。おめえの家じゃねえよ。うるせえぞクソハゲ青だぬき。もう地獄。